女性向けビジネススタイル講座を始めたいと思います。講師はスタイリストの高野伊勢子さんです。こんにちは、高野伊勢子です。スタイリスト案内役は基礎講座講師の石川恵子です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、今日はジャケットスカートということで第2弾ですね。はい、これはグリーンのスカートね、ちょっと遠くから見るとね、黒に見えますけど、グリーン、深いグリーンなんですね。そうですね。お気に入りのスカートなんですけども、最初はですね、そう、一番最初に高野さんとお会いした時に、私も黒のタイツを履いてました。そうですね。これ絶対やめていただきたいですね。ここ数年ですかね、皆さん、冬でも夏でも黒のタイツ、ちょっと80デニール以上の、これなぜでしょう、逆にお伺いしたい。まあ冬は分かりますよね。冬は寒いから、もう冬はもうとにかく寒いからですよ。夏っていうのはまあ一つのファッションなんでしょうかね。ファッションですか、本当にファッションですか。まあ石川さんは足がもともと綺麗なんですけど、よく見かけ、私が街中とかオフィス街で見かけるのは、なんかもしかして黒いタイツだと足が細く見えるって勘違いなさってないですかね。まあ、そういう人もいるかもしれないですね、うん、いやそういう人の方がほとんどじゃないですか、うん、おそらく自分 の, あのやはりその姿を見たことないんじゃないでしょうか。そうですね、全身でね、客観的に黒いタイツこうやって見るともう黒いタイツが服を台無しにしてるのがよくわかりますけど、そうですね、もう抜け感も何もないし、それにこの黒のタイツに薄めのベージュのパンプスっていうのが一番良くないですよね。不潔感たっぷりです、うん、こういうことですね。そうですね、まあ、石川さんは黒タイツ履こうが履かないが足綺麗なんですけど、でもこうなんかこう隙間が空いちゃうっていうか後ろが見えるっていう、そうですね、はい、逆に黒を履いちゃうと、まあ、その方 の, あの足 の, のラインシルエット全部見せちゃうんですよ。逆効果だって皆さん分かってないですね。全身を撮るってことが本当にないので、例えばプロフィール撮影でも基本的にはバストサイズで撮るじゃないですか。そうすると自分の全身を全部上から下まで撮るってことがまずないから、やはり自分の姿に気がつけないでいる方が多いんじゃないでしょうかね。確かにこの、ご指摘を受けて勉強すると、全然違うというか、まあ、清潔感がありますよね。そうで、まあ、シンプルだし、やはりビジネスに黒のタイツは、うん、まして昼間はないです絶対。で、ね、タイツじゃなくてもちょっと透けたストッキングも、はい、方も多いですけど、うん、黒のストッキングはどうですか。うん、あんまりよろしくないです、ね。で、あの黒のストッキングって傷がすごくね、引っかかりなのに、すごい汚らしくないですか。見えますね、うん、引っかかっちゃったりするのがすぐ電線まではいかなくてもこうちょっと引っかかった感じがいっぱいできると、座ったり立ったりしてるとできると思うんですけれども、まあでも黒のものはもう夜のものだと、アフターファイブでお使いくださいと。なんか黒のストッキングは、やはり足が細く見えるっていうふうに思って履く場合も多いですね。私もそう思って履いてたんですけども、うん、ただまあナチュラルストッキングに慣れるとこちらの方が清潔感があると分かるので、そうですね、スカートの丈とのバランスだけです、うん、その方足が太いから似合わないとかそういうことじゃないので、体型は裸のプロポーションっていうのは直しようがないので、でもその方の中でバランスが取れてればこれ成功と言えるので、何か隠すためにやっちゃいけないと思います。まあ、ただね、冬はね、ちょっと寒いのでね。はい、でもね、最近はナチュラルストッキングで、あったかいっていう機能ついてるのであります。そういえば、そう言われて買いました。結構あったかいですね、はい、あれはね。うん、こうやって見るとね、全体を見ると確かに、黒いタイツよりもちょっとこう、清潔感が。そうですね、清潔感大事ですね。品性も大事です。あと、こちらは、なんか手が2つあって2つとかグリーンなんです、ね、深いグリーンなんですけど、靴もこれちょっとグリーンなんですね、濃いグリーン、ちょっと珍しいですけど、とても品があっていいと思います。うん、こういう組み合わせもね、なかなか、はい、面白いと思いますね。確かにまとまり感があって、そうですね、やっぱり
まとまるっていう一つのポイントとしては色を多用しないっていうことですよね、まあ、3色4色以内で収めるっていうのが成功する秘訣かと思います。なかなかこのね色をこうまあ、自分好みの色があるのでついついそれに引っ張られて、はい、トータルコーディネートを忘れてしまうことがあるので、うんうん、ファッションはトータルコーディネートです。トータルバランスです。そうですか。はい。ね、要は安しでね、行うは私でなかなかね、頭で考えていても、とてもできないので、意識し、高めの石川さんになってますよ。もう時間はかかりました。そうですね。だから少しずつやっていけばいいと思うんですよ。でもストッキングのこととかなんかは簡単に明日からできることじゃないですか。あ、そういうのもうちょっと知識として知っていただくだけでも。そうですね。まあ、あとは、寒い時は体質行っても、帰りに行ったらちゃんとナチュラルに帰るとかね、そういったこともできますね。そうですね。公式なビジネスシーンのシチュエーションの時は着替えるようにした方が、履き替えるような方がいいと思いますね。まあ、そういった、まあ、ちょっとしたね、コツを。コツが分かれば、そうですね。いろいろ工夫ができていきますね。いい靴は、やっぱ、靴って大事なので、足元を見られるっていう意味でも靴から来てるので、高い靴、ヒールの高い靴、値段の高い靴、もったいなくて普段履けないということだったら、腰痛で履けないということだったら、さっきおっしゃったように、ストッキングと同様、持っていきます。そうですね。それが会社にちょっと多いと思う。そうですね。まあ、これはでも私にとって大きな発見で、朝からずっとそのハイヒール履かなくていいっていうのは、とても足にも優しいですし。そうですね。ちょっと お荷物にはなっちゃいますけれども、まあ、だから極端に言っちゃえば通勤はスニーカーでもいいぐらい。本当にね。はい、でも本当そうやって変えるだけで、健康的にもなりますし、はい、そうですね、持ち歩くっていうのはね、とてもいい発想だと思います。はい、皆さんにぜひお勧めしたい考え方ですね。まあ、今日もありがとうございました。今日は、ジャケット、スカート、はい、ということで、第2弾で下半身の時に、タイツ。をナチュラルストッキングしましょうということの解説でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。